チェックとあれよね。は、はい。あの俺らじゃない人とやってる時の YouTube の方が楽しそうにやってるよね。いやいや、そんなことやったら何個か見たのよ、うん、フォロー変わんないのよ別に、はい、他でも、はい、あのなんかアハの女の子が一緒に住んでる人いるでしょ。ストイック笑い塾です。なんか、はい、そのチェクタが一番上状態だと楽しそうなの。いや違います、それは語弊はあります。あのノリノリなんですか、そっちのが。いや本当に同じこと言うようで申し訳ないですけど、ストイック笑い塾。いやなんかそのあそれ違うんですか、やっぱそのやってるやつは心持ちが。いや本当に何も決めてないやつなんですよそれは。ははは、さあ始まりましたみたいなやって、 MC タイプなんですか。じゃあそう MC タイプ、ね、そんなことないです。いやそんなことないと思いますけど、その間ちょっとじゃあや今回の企画ね、はい、ね、始まりました、お笑いストイックとできないっすよ。やれよ。今の感じでしまったじゃん。じゃあお笑いストイック塾始まりました。はい、お願いします。はい、お願いします。始まりました。ね、楽しくやっていきましょう。楽しくやっていきましょう。中身さん、意気込みはありますか。ベロベロバーン。うわー、何でもいいですよ、楽しければ。ということで、マラオさん、趣旨、企画お願いします。あ、説明はもう俺なんですか。そうです。もうそこだけなんですか。そこだけでした。鉄砲玉だけでしたから。そのテンションでお願いします。お願いします、お願いします。ちょっとまた新しい企画をね、やっていこうと思うんですけど。あ、いいですね。はい、今回はですね、表現力を鍛えようという、ああ、ことでございます。ちょっと新しい、そうだね、新しい表現力。いやでもこれめちゃくちゃ芸人にとっては大事な能力ですよ。まあ、もちろんもちろん、ね、はい、まあ、もちろんその面白い台本を作る能力も大事ですけど、はい、それだけだったらもう別に作家でもいいわけですよ。まあそうだね、ただね、そうだ、はい、舞台に上がって表現するわけだから、それをいかに面白く表現できるかっていうところはもうやっぱり、うん、我々 の、 その芸人である必要性のところですから。うん、なるほど、見せ方ってやつ、ね、見せ方ってやつですよ。見せ方ってやつですよ。もう正直ね、もうお前らじゃなくていいじゃんってね、ネタ見て思うやついっぱいいますからね。毒吐くな。急に。ネタはいいんだったらいいじゃない。いやね、だからちょっとあのなんか一つあのワードっていうか、はい、それを決めて、はい、でそれをいかに面白く言えるかっていうのを、わすごい、追求していこうかなと。一番面白い言い方を見つけるという、そういうことです。なるほど。じゃあちょっとまあ、ね、今回もまた順番通り、順番通りっていうか順番でやっていこうと思うんですけど、完全に順番通りって言いましたよね。中峰さん一番です多分。じゃあ中峰さん、はい、順番通りなんで、ここからやっています。順番で分かってないですけど、はい、じゃあ、その漢字のその言葉をどうするかな。言葉、どういうやつですか。じゃあ本当にその言葉自体はまあつまんない方がいいと思うんで、その中さんの表現力で面白くしてもらうっていう企画なんで、はい、まあ、例えばもう、布団が吹っ飛んだとか。なるほど。はあ、はあ、はあ、で。これでね、この言葉だけで笑う人っていないじゃないですか。もうそうですね。はい、一番ベタな。これをちょっと面白く聞かせてください。ああ、いいですね、はい。何回か言っていいんですよね。もうあの、いろいろ試していい。はい、はい。じゃあ普通に言いますよ。はい。布団が吹っ飛んだ。あ、これがまあ普通ですよね。まあちょっとでも今普通に言いますよって振ったのがちょっとせこかったな。そうですかね、うん、はい、ちょっとなんかな、土台作った感じが、はい、あんま良くない感情ですけど、笑ってやるもんかと負けるもんかみたいな。あ、布団が吹っ飛んだ。ちょっと面白い、面白い。食べるパターンね、はい、結構あるでしょ。いいと思います。普通のことを食べて言うみたいな、はい、いや全然ありですよ、はい、パターンとしては。知ってんのに何言うか言うね、うん、あとなんだろうな、布団が吹っ飛んださって沖縄弁でね。あ、まあまあありな範囲だと思いますよ。全然受けるイメージないけどな、これで沖縄弁で受けてる人はもう最近見ないもん。本当本当に。いやでも攻め方はね、いろいろありますからね。いいですね、確かに。リズムとか、声質だとか、はい、ね、間の取り方とか、はい。布団が吹っ飛んだ。うん、いいですね、うん。なんか番組名みたいな感じ、うん。今のもうちょっとなんか重厚感出して言ってみてどうぞ、ね。布団が吹っ飛んだ。あー、なんかね、いいとこ行ってる気がするな。はい、なんか布団が吹っ飛んだっていう出来事がなんかすごい重大なニュースみたいな感じで言ってる感じがして、はいはい、布団が吹っ飛んだ。です、ね、好きな布団やったんです、ね、うん、なんか、うん、はい、いい気がする。いいす、ね、そういう、そういうとこ、なんか今みたいに想像できそう、喜怒哀楽系なのかな。布団が吹っ飛んだ。うん、感情乗るといいか。なんかいいっすね。
飛んだ布団が。これ言い方に入ってる？ちょっと高さん入ってるでしょ。入れたくなっちゃう。布団が吹っ飛んだ。もっと入れてきたじゃん。やったけ？ちょっと無理だけ。じゃダメだ。犯罪？布団は？さっきのなんかそのなんかお気に入りの布団だったんだろうなみたいななんかこっちが想像させるような言い方があると、ね、いいんですよ。ストーリーを感じるよ。はいはいはい、確かに。あーはい、布団が吹っ飛んだ。感情してんの？いやなんかもう駅徒歩5分みたいななんか適当に。あ、そういうこと言うの。パターン。喜怒哀楽でちょっとね、喜で。布団が吹っ飛んだ。どう？布団が吹っ飛んだ。はい。布団が吹っ飛んだ。楽。布団が吹っ飛んだ。今の感じだったらなんか愛がいいよね。愛の感じしますね。愛どうだっけな。やっぱ愛がいいのか。愛ら辺にありそうですね。布団が吹っ飛んだがさ。はい。ちょっとちょけてるから、うん、愛が、愛かもしれないですね。悲しいとか思いがいいっていうギャップでしょ。逆の言い方すればいいんだから。布団が踏まれ、大したことがないことをなんか重要そうに言うみたいなのもなんかギャップでそうだな。布団が、布団がだよ。布団が、布団だよ。布団が、布団がね。布団だ。ああ、いいですね。しつこいぐらいその布団側をなんかやってもいいかもしれないですね。はい、そんなに長くやるぐらい、うん、なるほどな。でもアレンジはもう自由だから。布団が吹っ飛んだ。吹っ飛んだんだ。吹っ飛んだんだ。分かったって。吹っ飛んだ。分かった。違う、布団が。分かってるか。布団がだよ。知ってる。吹っ飛んだんでしょ。布団だよ。布団がどうだったと思う？吹っ飛んだでしょ？吹っ飛んだ。合ってるじゃないですか。吹っ飛んだんだよ。吹っ飛んだんだって。吹っ飛んだのよ。吹っ飛んだよね。いや、自信なくなってきてる。吹っ飛んだっけ？いや、吹っ飛んだ。布団がよ。布団だったかな。そこすら。いいんじゃないですか。いいですね。しつこいのいいですね。しつこいのいい。しつこい系は確かに言い方の手法としてはあるかもね。うん、ずっと言うっていうのは確かに、はい、あの面白くないけどずっと言ってたら面白いに変わる時ある。うん、はいはい、そうですね。でこうやってまた面白くなくなってもずっと言ってたらまたもう一回ぐらい来る時ある。はいはい。これは手法としてはいいかもしれない。そのだから根気本人のね、はい、あの心の強ささえあれば何でもいけんのかな。布団が吹っ飛んだじゃなくても最近寒いね。寒いよ。寒いんだって。最近だよ。最近。違う、最近。最近わかる？寒いねって。寒いよね。寒いですね。寒いと思わない？寒いです。思ってる思ってる。寒いよね。寒い。はい。寒い。寒い。寒いです。え、そんで？寒いなんですよ。寒い。寒い。だから？最近。最近だよ。最近、寒いよね。最近だったから。いや、そこ最近寒かったっけ。寒い寒かったな。寒いよねって言ってたんです。寒いから何なんから何なんだからやっぱあれが欲しくなるね、布団が。でもさ、布団が吹っ飛んだのよ。寒くて、あ、そう、布団が寒くて吹っ飛んだんですか。風でしょ。布団だから寒くて。ああ、まあそうでしょうね。布団が寒くてさ、まあね、寒かったかな。すごい面白いですけどね。元の言葉となんかギャップが出るような感情のことと、しつこい、しつこさ、うん、なんだっけ。え、ずっとしつこくやってたよね、 M1 で。ああ、大丈夫だよのとこ。大丈夫だよな、はい、それがその手法だったんだ。このしつこくやる手法で決勝までいけるんだ。こいつが言ってることは間違ってないんだ。いい手法です。間違ってないんだよ、こいつが言ってることは。間違ってない。しつこいな。でも、布団が吹っ飛んだの、吹っ飛んだってどうせ言うの分かってんのにしつこいの面白いですね。あ、なるほど。変えない方がいいんだ、じゃあ。なんか何食うか分かってんのに粘られたら、面白いですね。じゃあやっぱ、吹っ飛んだ側を伸ばすよりは、布団側の後、そうですね。そこを伏せといた方がいいんだ。
布団がだよって言ってる。布団が布団がね、布団が布団ね、布団ですよね、布団が、うん、布団がね、布団です、はい、布団が、はい、布団ね、布団が、布団寝るとき、うん、布団が、そう、はい、布団が、布団がよ本当に布団が、うんうんうん、どうなったの、はい、そうですね、布団がね、布団が布団がどうなったの、布団が、はい、言って布団が、はい、布団だなんだよ合ってんのかよ、まあ、その布団がと布団だの間でまたいろいろ遊べますからね、はいはい、まあ取るも今、うん、他のことやってもいいかもしれないし、なるほど、うん、だもうこれの怖いところは変に外しに行かない方がいいってこと、ね、あそうかもしれないですね、布団だじゃないこと言ったらはやってなりそう、うん、でもそっち行きたくなっちゃうときは、はいはいはい、それをぐっとこらえて、うん、布団だは言わなきゃいけないと、はい、やっぱ今みたいな感じだとこっちはもうあの自然とこう突っ込みたくなるから、はいはい、そこのお笑いに乗っかりたくなるっていうのが、はいはい、なるほどなるほど、そういう意味で、まあ、一個のパターンとしては確かに、うん、いいかもしれない、はい、いいかもしれないですね、分かった、おー